オートモビルカウンシル2023、はい、今までは何度もいらっしゃってるんですか？いやいやいや、1回目しか来てない。ああ、そうですか。そうなんですよ。どんなイベントだかちょっと忘れちゃいました。これモーターショーを見るよりも、うん、買える、すぐ買えるっていうところでものすごいテンション上がるんですよね。やばいですよ、ね、やばいです。大人のショーですよね。ええ、僕去年本当買いそうになりまして、試乗までしましたから。そこまで行くんだ、ええ、怖いね。でもなんか今日は松戸屋さん買うような気がしますね。いや、一緒に回る人が悪いと買いそうですよね。ぜひ今日は売りたいと思います。あ、そうですか。じゃあ僕も売ってみようかな。じゃあよろしくお願いします。はい、僕が1回目に来た時はここら辺が本屋だったんですよね。でもどんどんこう規模が大きくなってんじゃないですかね。あ、今エレベーターの上から見てびっくりしたんですけれど、はいはい、これがもう来てるんですよ。これ話題のやつですよね。話題の911GT3 の RS なんですけど、これがここにあるっていうことが、なんかこのカウンシルがあれ、そんな権威になっちゃってるのっていう証かなみたいな。すごいですよね、これ。これ空力で前から来た空気をここからこう流す。この前にでかいラジエーターがあって、ええ、もうトランクはないらしいんですよ。あ、ないんですか？ないらしいです。で、ここから入ったやつをここから出して、ええ、そしてこいつで整流して。ここにもついてる。そうそう、これ大事らしいんですよ。熱い空気を こっちに入れないように、なるほど、入れないように整流する。はい、これがでも来てるって僕全然想像もしなかった。あ、シールじゃないですかこれ。え、嘘？本当に。そうなんだ。これ軽くするため、最近軽くするためシールが増えてきましたよね。この羽がすごいですね。僕ら体幹そっちのけでこっち来ちゃいましたけど。体幹は体幹ですからね。電気自動車すごいですよ。こんなんポルシェあるんですね。僕も初めて言いました。これ寝られるやつですよね、上で。これでもあれかな、この中の電気を使ってなんか。でもね、入ってないですよ、電気は。入ってないんですよ、本当だったらそういう。これなんでこれが置いてあるんですか？これは993かな。993、これ売ってるんですかね。そんなことないですか？ポルシェもでもオールドタイマーじゃないけど、そういうコーナーがあるんで。これもいいんですよね。これね、ローランド・ウルゴンさんっていう人が、はい、最後の仕上げをやるんですけど、テストドライバーで、その人がもう渾身の作なんです。でも全く違います。あ、そうなんですか。はい、で軽いんですか、もしかして。軽いですね。でも軽いのでも30キロぐらいしか軽くないんですよ。でこのホイール、はいはい、これカーボン、はい、これ多分1本100万円ぐらいします。これ駐車場でガリガリってやったら泣いちゃいますと。僕が今、新車の中で世界で一番かっこいいと思ってる車、はい、あれマセラティの、これ何ていうんですか、MC20 のチェロっていう、これはオープンになるやつ。あ、いや、かっこいいですね。これはもう素晴らしいですよ。これもそんな高くない。あ、そうなんですか。はい、スピードスターより安い。安い。いや、高いですよ。あ、今の値段、あれ、これはおかしいな。これの、普通の屋根が閉まってるやつは2000万円台ですか。あ、そうですか。でもかっこいいですね。はい、でもやっぱり最近こう古いのにも惹かれるんですよね。これってここのイベントってでもあれですか、古いのと新しいのと両方置くっていうような、もしかしたらレギュレーションがあるのかもしれないですね。ですね。うわ、まずうわ、これは190かな。190はセダンを流用して作ったやつなんですよ。はいはい、だからかなり安くできたっていう。
これ後でつけたんですかね。僕に聞かないでも相当綺麗ですね。綺麗です。これディーノですか。ディーノです。綺麗ですね。時代を超えていいっていうんだったら僕これがベストデザイン。あ、なんでこれぐらいのこうコンパクトなのを作らないんですかメーカーは。まあでもいろいろな制限が出てきて安全性も含めて狙ってるやつはどれ。いや僕この 190SL。 え、嘘、これいや、ここあのいいなっていつも思ってるんですけどこれでも、ええ、年取って、ええ、やっぱりなんか自分が若い頃になんかいいなって思った車に乗ってるのってかっこいいですね。かっこいいですね。この世代ですか。いや僕この次ですね。ですよね、ええ、ですよね。あの世代、これこっちですね僕は。ああこれでもバースデーヴィンテージだ。え、僕の生まれた年バースデーこれは MT ですね。これはいいですよね。もういろんなものが目に入ってきて本当目に毒。なんか最近あのポルシェの928とかああいうちょっとアリューの、ええ、うん、ああいうのが昔全くかっこいいと思わなかったのに最近になってかっこよく感じるんですよね。そうですよね。あれは924かな。そこにあれ924ですよね。944か944とかもなんかこうディフュージョン感があって、いや、いいですよね。かっこいいと当時は思わなかったのに最近すごいかっこよく感じる。これすごくないですか J50。 ああ10代ですか。10代恐ろしい。でもいいですね。やっぱりこう新しいのがないからいいですねこういうナローのやつは欲しくないんですか。いやいいですよね。僕は930から始まったんで、やっぱり空冷は懐かしいし、2002です。なんで今回2人がこう共通したのはこれだったじゃないですか、うん、これなぜこれが今回興味湧いたんですか。これは割合あの僕らの世代なんですよ、はい、2002自体が、はい、周りで乗ってるやつがいたんですよね、だからその時はサーキットの狼にし、小学生の時に憧れてた車で乗ってた人とかじゃない結構したので、あ、じゃあもうまんまこのターボ、まんまですね。あ、乗るとものすごい見晴らしがいいんですよ。あ、窓大きくて、そうそれこそあの初代のレンジローバーみたいにこうここまで見えるみたいな。2002いいですよね。なんか速そうじゃないのに速いって感じじゃないですか。ああそうですよね。でも本当窓大きいんですねこうやって見ると。大きいですよ、すっごい大きい。このラインが全周を回ってるじゃないですか。はいはいはい、こういうふうにこういう車ってもうないですね。確かに。あとうちの近くに2002だけ扱ってるお店があったんですよね、だからやっぱファンも多いんだと思うんですね。サイズ的にもいいですよね。サイズがもう最高ですね、ね、この程度 の, あのちょっとだけオールドベンツってどうですか。欲しいですそれも。これがあの最初の僕が人生で初めて乗ったのがまさにこのタイプで。123、はい、僕が当時付き合ってた女の子のお父さんがあれに乗ってて、それに乗せてもらったのが初めてだったんですよ。初体験ベンツ、何ですか。これがだから中村さんの。中村さん、どうも、おはようございます。おはようございます。取材中、はい、そうです。あ、どうもお疲れ様です。今年はこんなの持ってきました1年で作られたそうで。1年で作られた。1年でできる方なんですか。 あ、ね、はい、あそこに社長いますけど、小山さんちょっと発注します。ちょっと待ってくださいよ。1台ずつ全部買うんです。あの全部バッテリーはフロア、フロア下なんですよ。ちょっとねフロア厚いんですよ、スポーツカーにして。これでも
すごいすごい完成されてますよね、昨日から1年でよくできますね、こんなもんが。実際ここまで1年かかってなくて9ヶ月なんですよなんかこういう最新のものから古いものまで、いいですよね